痕跡期間。痕跡期間とは、対価によって、本来の用をなさなくなった期間が、わずかに形だけがそれとわかるように残っているものを指す。人の微低骨などがある。生物において、類縁性があると考えられる。分類群は、互いによく似た姿形をしており、それぞれに互いに相当する期間を持っている。それらは互いに相当期間であると言われるが、その発達程度は、 分類群によって異なる。字に、それは、ごく小さく簡単になっていて、他の群で使われるような目的を果たし得ないと思える。場合は、この時、その期間を痕跡期間という。例えば、爬虫類の大部分は獅子を持つ。蛇は、ほとんどの点で、爬虫類であることは、間違いないが、獅子を書いている。しかし、まず爬虫類に間違いないから、 獅子種は本来はあったものと考えられる。そして実際に、シキヘビ類には、肛門直前に左右一体の爪があることが知られていて、孔子の痕跡だと考えられている。生物の進化の過程で、ある器官が次第に縮小、単純化していくことを対価という。対価が進めば、最終的にはその器官が消失してしまうことは、稀でない。このような過程で、 わずかにその存在が認められるものが、痕跡期間だと考えられている。実際には、このような過程を見ることはできない。類縁の分類群を比較し、あるいは化石記録に基づいて推察するだけである。しかし、痕跡期間の存在は、生きた生物において、この途中を見ることができるものとして、重要な証拠であり得る。発生の面から見れば、 ある期間の形態が出来かけたところで、その発達が途中で止まり、そのまま十分に発達せずに終わるものを痕跡期間と呼ぶという形の定義もある。発生の過程においては、祖先の形に近い形態を経過すると見えるような段階があるのはよくあることであり、そこから結局値化していく期間の元気だけが形成されるのはよく見られることである。中には、元気が形成されても、 その後消失してしまうものや、本来の姿とは全く異なる用途に転用されるものもある。このような器官についても、痕跡器官と呼ぶ場合がある。前者は例えば、哺乳類の場合、脊索がこれに当たり、後者は得られつがそれに当たるだろう。痕跡器官は、他の分類群ではよく発達して役に立っている器官が、ある分類群ではどう見ても役立たない状態になった。 ものである。したがって、大抵は役に立つものより、大きさでは小さく、形態では単純になっているので、目立たないものも多い。外部形態で確認できるものもあれば、本来は外部形態であったものが、もはや内部形態でしか確認できない、という場合もある。外部から見える、形の例では、先の二式蛇の後足の爪が有名である。また、 飛行能力を失った昆虫、特に甲虫類では、痕跡的な甲子を持つものが見られる。内部構造の実が残った例では、クジラの後足が外見上はなくなっているが、内部の骨格では、腰骨が確認できる例などがそうである。内臓器官でも、同様に痕跡的になった器官の例はある。装飾性の猿のものより、はるかに短く縮小して先端に注水をぶら下げた。 人の盲腸は身近でよく知られた例である。また、その種の全個体に出現するわけではないが、稀に出現する形質が先祖の形質を暗示するようなものである場合もある。人の場合、有名なのは耳を動かす筋肉がそれで、筋肉そのものは簡単ながら全員に備わっているが、一部のものしかそれを操って耳を動かすことができない。 永久歯の成虫から数えて8番目の歯、上下の第3代球歯は、父あるいは、親白とも呼ばれ、時期的に他の永久歯より遅れて、顎の成長が不十分の場合でも無理をして出てくる、ものであるが、現在では最後までこの歯が出ない人もいる。これなど、人の進化における歯の退化傾向の中で、痕跡期間化しつつあると言えるかもしれない。かつて、人の男性、 正しくは、哺乳類の有の乳首も、痕跡期間とされたこともあるが、オスが授乳する、哺乳類は、過去も現在も存在しないため、明確に否定されている。その期間が、外見上で小さくなり、退化したものであるとみなせるようであっても、それが、元来の目的とは異なった用途で用いられている、場合がある。例えば冒頭で紹介したニシキヘビの痕跡的な、 後足はオスが配偶行動に際してメスに対して求愛刺激を与える繁殖期間になっている。また、早めの昆虫は前肢の実が飛行に機能的な羽の形をとり、講師は先端が球状に膨らんだごく小さな棒状になっている。これは平均根と呼ばれ、一見飛行の役に立ちそうにないが、ジャイロコンパスと同じ原理で完成によって飛行中の 体の姿勢の変化を敏感に受け取る受容器となっている。そのため、これを切除すると満足に飛行ができなくなる。鳥類の場合、前足が翼になっており、それに連動して指が退化している。親指だけが分離し、他の指は骨の形でも互いに融合して、それらしい姿を残していない。親指も爪化系という例外を除いては物をつかむ。 引っ掛けるというような指本来の働きを持たない。しかし、その先端には、羽毛がついており、飛行の際には重要な役割を担う。人の盲腸は、ごく小さく縮小して、食物繊維を発酵して利用する器官としては大した機能を持っていないが、盲腸内のリンパ小節が集中した中水と呼ばれる、突起を有し、腸内の免疫中枢として無視できない大きな機能を、 になっている。ただし、腸内のリンパ小説による免疫系の情報処理は、生命活動に関わる重要な機能であるため、これ以外のリンパ小説によっても大体が効くようになっており、注水を切除しても、盲腸大腸の腸内免疫系は、生命活動には支障がないようになっている。細胞内の機能的構造単位を細胞器官と呼ぶが、ここにも類似した現象が見られる。 藻類の一部で葉緑体の中に核のような構造があってヌクレオモルフと呼ばれる。これはその葉緑体が深核単細胞層類起源のものであってその細胞の核が機能を縮小したものであると考えられている。これなど細胞内の痕跡器官と言って良いかもしれない。また、潜毛虫類とマラリア原虫などのアピコンプレクサ類は遺伝子の解析から ウズベンモウチュウ類と近縁であると言われるようになり、改めて細胞内の構造を検討した結果、葉緑体から退化したと思われる構造が発見された。痕跡器官は、ほぼ完全に退化した器官の名残であり、その生物の先祖の形を探る上で有益である。例えばヘビには、死死がない。脊椎動物である以上、死死は存在しているのが基本的な形なので、 元々は死死があったのだということは、まず確かなわけだが、それを証明するのは難しい。二式ヘビ類だけは、孔子の痕跡が残っていることは、その具体的な証拠として重要である。進化論そのものに対する問題として考えれば、痕跡期間は何よりも進化が実在のものであることの証拠であり得る。なぜならば、痕跡期間は、実際にその生物の役に立っていないのだから、 それの存在する理由を、かつてそれが必要だったことに求める他に理由をつけるのが難しい。それは当然、時間の経過や環境、生活様式の変化に伴って、生物の形態が変化したことを認めるものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。